楠木小学校は、京都府八幡市男山金ぶりにある公立小学校。近年の少子化に伴い、八幡市立八幡第二小学校と八幡市立八幡第四小学校を統合する形で2010年に、八幡第二小学校の高地に新設された。男山団地南部を主な校区とし、市立中学校の進学先は、八幡市立男山第二中学校となる。 八幡市立教育研究所を併設している。1976年の段階で、8万第二小学校の学級数が、収容限度の40クラスあり、1977年度には、教室が6クラス分不足することが予測されたため、建設費、約6億700万円をかけて、8万第二小学校から分離、新設された。その後の児童増加により、 1987年には、八幡市立南山小学校を分離している。しかし、近年の少子化の影響により、八幡第二小学校へ再統合された。統合の際には、八幡第二小学校と南山小学校への分割統合も検討されたが、見送られた。名称については、市民や児童から募集し、くすのき小学校、男山くすのき小学校、 若竹小学校の3案に絞られた。2009年5月11日の教育委員会にて3案から楠木小学校に決定し、2009年6月26日の市議会本会議において可決された。交渉は楠木の葉を図案化したもので、原案は児童によって考えられた。児童の原案をもとにして、八幡第二小学校。 ヤワタ第四小学校統合推進協議会の意見を踏まえ、専門家が最終案を作成した。思いやりのある子深く考え、学ぶ子健康な小南校舎にヤワタ私立教育研究所を併設している。私立学校や教育関係機関と連携して活動している。教職員の研修だけでなく、適応指導教室、エジソン広場により、 不登校児童生徒の面接指導相談も行われている。教育研究所、正門からの写真周辺施設周辺道路や幡第二、小学校や幡第四小学校出展、平成21年度や幡市の教育や幡市、教育委員会教育総務課発行出展、や幡市教育委員会広報誌、楠木の43号出店広報やわた第145号出店 平成21年度やわたしの教育やわたし、教育委員会教育総務課発行出展、やわたし教育委員会候補士、楠の木の四第43号出典、やわたし教育委員会候補士、楠木学校再編整備校区変更特集号、出典、やわたし教育委員会候補士、楠の木の五第54号。ありがとうございます。